上がらせてくれよ。おい、向かい探せ。おい、斉藤さんだね。はい。どこがいるかな。いませんけど、ここには2人しか住んでませんので。ああ、どなたですか。住んでいません。どうか、そういう、あの靴脱いでいただけます。あのね、はい、これ着用書、お宅のお父さんからもらったの。これ返してもらえないと困んのよ。これうちのハンコじゃありませんよ。え、コアラのハンコなんか落ち着かることない。嘘ばっかり言って、嘘ばっかり言って、そういう嘘ね、通用しませんよね。これいくらって書いたんですか。これ、これ読めます。読めます。読んでごらんなさいよ。バカ野郎、この野郎。読めます。やつじゃねえぞ、この野郎。読んでくださいよ。これいくらですか。だ、あれだよ、お前、読めないの。読めない感じだよ、お前。バカ野郎、読んでみろ、お前。え、お前、小道具が用意しやがったんだ、お前。ふざけやって。おい、とにかく客なんだ、ほら、お前、はい、なんか出せ、お前。あ、おじさん、ちょっとお待ちください。喉乾いちゃったから、はい、おい、おい、こら、いで、おい、いだ、はい、なんだお前、何笑ってんのお前、知ってんのかお前。そういうこと言って、勝手にうちのマネージャー使わないでくださいよ。え、おい、そうか、お前なんだ、昔東方芸能いたのか。いや、そのぐらいです。あ、そうか。お父さん、お知り合いですか。知らない、このヤクザ。あ、そうか、うん、あの、コマーシャルしないでください。あ、そうか、うん、あの、ビールですけど。バカ野郎、俺は体弱いんだ、お前、ビールなんか飲めるか、こら。あれ、音が、あれ、音が、あれ、あれ、危ねえ。ラブね、はい、大体アトピー性皮膚炎なんだ、俺。アトピー性皮膚炎、うん、嫁しなんかいます。バカ野郎、ほら、お前酒はお前日課しか飲まねえんだ。いや、これね、体にいいんでございますよ。ちょっと一杯飲んでから。あ、あ、ありがとうよ。決まりもんですから、うん、あの、はい、お前取っとけよ、ほらな。あ、それでお前領収書書いてくれ。 これチップでございます。うん、あの、所得が違うんだよ、お前と。あ、すいませんね。あ、領収はね、あ、書いてくれ。あ、あの、あの、宛名はどなたに。上様でいい。あ、わかりました。いいな、これな。本当にそれ美味しいんですか。うん、うまいよ。うん、お父さんいつ帰ってくるの。ね、うちにはあの、私と、それから、あの、これ、あの、お手伝いのシゲと申しますけども、うん、その二人しか住んでおりませんの。あ、メイドか。メイ、メイ、そうです。そうか。般若心経みたいな顔してんな、これ。お父さん、美味しいですか。おい、何笑ってんだ。親父、いつ帰ってくるんだ。いや、あの、ちょっと、長い旅に出ましてですね、あのね。本当に今、このうちには二人しか住んでおりませんの。あ、そう。申し訳ないですけど。はい、第一、その借用書とかなんとかって、借用書っていうことは、うちがお金を借りてるってことでしょ。イエス、イティーズ。イエス、イティーズ。うちお金借りた覚えなんかございませんの。だけど借用書はあんだろう、お前、返せよ、この野郎。だからうちはコアラのハンコなんか使っちゃいませんって。バカ、かわいいじゃないか、この野郎、コアラちゃん、お前。斎藤っていう、ほら、あれじゃないと。第一ね、斎藤なんて、これね、斎藤だけじゃ許されないんですよ。普通、下までちゃんと全部の名前を書いていないと、コアラ借用書っていうのはちゃんと証明にならないんですよ。知らないんですか。お前、確定申告して強気になってんじゃない。てめえ、自分で確定申告してんじゃねえか、この野郎。とんでもねえ女優だな、この野郎。うちは母親がやっております。あ、そう。私、忙しくとっても行きましたけど、ね、お前、 あれだ、お前、お前、あの、うん、週刊明星のお前、あの、400位にお前入ってなかったじゃねえか、この野郎。くれてるつもりが。そうそうそう。バカ野郎、この野郎、何ごまかしてやんだよ、この野郎。国税局に言ってるぞ、この野郎。上手だもん。え、冗談ですけど、うん、そういう陣内さんはちゃんと確定申告なさってるんですか。なんだ陣内ってな。だってここに書いてあるの。あ、そうか。おう、同姓同名のやつでいいんだよ。役者で売れてるのが、うん、売れてるんですか。うん、歌いてなんだけどな。うん、あ、ちょっとなんか俺も歌うめえんだよ。ヤクザやる前ミュージシャンやってた。ヤクザやる前ミュージシャン、うん、なんか歌いてえな。な、おい、いた。はい、ちょっと呼んでくれ、お前、ギター弾き。はい、うん、ギター弾き。あのな、俺はお前酒場でカルテットかなんかやってたんですか。あのな、俺歌う暴力団って言われてんだ。歌う暴力団、うん、一家に一曲幸せの種をまいていく暴力団って言われてんだ、うんうん、幸せの種をまいて気の弱い暴力団ですか、うんうん、ちょっと何歌うかな。お前、なんか歌ってほしいものあるか。
何ステンバイミー OK これこの人どこから来たんですかこれ。ああちょっと中野で中野の駅前で歌ってたんだよ。あ、うん、これの連れて歩いたりするんですか、うん、ああ俺の射程だよお前。川口だっけ。そうあ川口だ俺ら。あちゃんとできてる。中指で小話しないでください。あ、okay、さあ行こうか、うん、あああじゃあこの野郎さ役者問題を取り上げて、うん、じゃあ一曲歌わせていただきます。じゃないですか。お前笑ってたのこの野郎。